米丼。代謝良すぎて蒸発しそう。オレンジでケバブオープンすんなよ。黙れよカリスマブス。黙れよカリスマブス。出会い頭にプロポーズされても困るよ。お前の相手は股関節何個あっても足りんわ。ぬか床で座禅させんなよ。ハイドロポンプゲロ。お前んちの柔軟剤よだれの匂いするな。タガメが。幸い中の虚勢。9月52日。お前らに小池栄子の良さが分かってたまるか。ヘイシリー、トイレ行こう。ヘイシリー、アレクサに明日の天気聞いといて。ヘイシリー、睾丸マッサージして。タキシード切るなよ。今から私は個人事業主としてあなたを殴ります。あそこの家のオフィスカジュアルやん。ゼロに唐辛子。ただいまより校長先生を討伐します。お前っちのお茶ってなんでピンクなの。大根おろしで家建てたろっけ。くせに偉そうにすんなよ。今日の合コン爬虫類しかおらんやん。ルンバ三世。次回の数学の授業はみんなでシザースをします。騎士を泣かしたんだい。水飲むから死ぬんやろ。行け、トランセル。破壊光線だ。あいつ、タートルヘッド着てるやん。全員ライフルでどついたろっけ。個別スイカならホテル行っていいよ。エビって何。
ほふく前進にも程があるやろ。二階から目つぶし。猫に目つぶし。馬の耳に目つぶし。仏の顔を目つぶし。もしもし、パンパンマン、飲み行こう。なんであっち向いてこいで死者が出んの。ゲリラ毛布。点滴でハンバーガー入れてもらえますか。出たな、妖怪毛根枯らし。パジャマの下にスーツ着んなよ。近い将来、アセロラをめぐって世界中で戦争が起きます。指先から味噌汁が出せたところでお前はブスや。あっちの総大将も包茎らしい。エンバペレアルに横取りされたわ。レオパレス962、ヨネダ7。寝せえび店の衣を脱がすときが男の見せどころよ。誰の横顔がカルピスウォーターじゃ。子宝に恵まれたキリンみたいな顔してんな。あそこのペットショップシックユニコ売ってるやん。バルサミコ酢でうがいしたら糖尿病治るらしい。その場合は4やろ。ボケナスとバカキャベツ。俺の屍を踏んでいけ。スルメイカってお前の姉ちゃんのことらしいよ。明日ニルバーナーと対バンしてくるわ。脱法ミサイル。ジェダイにあった覚えはないぞ。酒の席にフン転がし連れてくんな。大将、マグロの握り、レタス抜きで。泣いても笑っても金玉は増えません。足田服。ルイボスティー粗末にしたら万の利休来るよ。京都の街並み見てしこるな。全米が膝で笑うわ。チャンネル登録もしないと僕があなたのチャンネルを登録しますよ。どういう意味？